例の話が出てきます、ね。はい、よしお願いします。はい、OK です。大丈夫です。はい、OK です。はい、お願いします。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ第19回目始めてまいります。いや、来週と言いますか、次回で20回という、また一つの区切りを迎えることになって、非常に、なんかこう、感慨深いものがございます。本日は第19回目ということで、この番組はですね、日曜日の12時半から12時56分で、放送しております。アプリでは、マイチューナーラジオやリッスンラジオをダウンロードしていただければお聞きいただけます。そして、画像等をご覧いただきたい場合にはですね、YouTube で当日配信しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、あとご質問、ご感想等ございましたら、FM 宜野湾のメールアドレスまで、お送りください。797@fmgino1.com でございます。よろしくお願いします。で、前回はですね、第12条の中で、やはり懲戒罰に関することをお話ししてきました。で、とりあえずイエローカード、警告に該当するところを大まかに申し上げました。で、あまり私たちのレベルで関係しないのがですね、VAR に関するところなんですね。よくスタジアムのところで、主審の方が、モニターを確認する場所、あそこですね、そこのエリアに、両チームの、監督なり、コーチなり、交代要員とかですね、入ってしまうと、そこが警告になります、ということだけです。で、あとまた、ファウルに関するものとかですね、判定に関して、これおかしいんじゃないの？ということで、選手たちが、このモニターのジェスチャー、長方形のですね、ジェスチャーをするようなことがあるんですけども、これをあまりやりすぎると、それも、警告の対象にあるということだけですので、要はその判定に対する異議とほぼ、似通ったものですが、VAR ができたということで、特別におそらく規定したのではないかというふうに考えられます。で、今日はですね、細かく見ていきますので、そこでさらにこの、今日は反スポーツ的行為に関してを、進めてまいりますけれども、ちょっと前回ですね、私、言いそびれたというか部分がございまして、警告の中での距離違反のところなんですけれども、ちょっともう一回整理しておきますと、まずドロップボールをする場合、これの再開方法の一つで、ドロップボールに関しては、要はそのドロップボールに関与する競技者以外、味方を、相手を問わず、その方々は4メートル離れなければいけないということです。それと、あと、フリーキック、コーナーキック。これは、ボールを置いた地点、場所から、9.15メートル以上離れなければいけない。なので、9.15なので10メートル離してもいいですし、12メートル離してもいいんですけれども、一応最低限9.15というふうな規定があります。で、スローインに関しては、これはスローインの地点から2メートル以上離れなければならない。で、私1メートルって言ったのがですね、あれは実はフリーキックの時の壁のコントロールで、守備側が壁を作る際に3人以上、そこでこう壁を作った場合にはですね、フリーキックする側のチームの、
選手がその壁に入ってはいけない。1メートル離れなきゃいけない。ということでありまして、離れなければ逆に相手の関節フリックになってしまう。ということもありますので、それぞれの距離の数字は、覚えておく必要が審判にはあります。見てる側はそんなに気にしなくてもいいんですけれども、一応そういった距離の違いがあります。ということで、あとですね、コーナーキックの時の9.15、あれ、よく見るとですね、タッチラインとかゴールラインの外側になんか一つなんかこう、目印っぽい線が見えるのかなとは思うんですが、まあ、プロの J リーグの試合とか、国際試合とかでは、まあ、なかなか映るかどうかわかんないですけど、一応外側にですね、こう、9.15メートルの距離を目安としてこう、ラインがついています。それはゴールラインの外側の部分から5センチ離して30センチのラインを引くと。で、タッチライン側はまあ引かなくてもいいし、引いてもいいということで、それをもって主審が、いわゆる距離のコントロールをしやすいような、まあ、一つの目安として設けられていますので、グラウンドを設置する場合、例えば土のグラウンド、まあ、高校とか中学とかですね、まあ、一部の大学ではまだ土のグラウンドを使っているかと思うんですが、線を引くときの、この間違いやすいポイントがありまして、コーナーフラグポストのところから9.15メートルを測るところがあるんですが、それは間違いで、コーナーアークの一番外側の方から9.15メートルを測るということですので、この設置の仕方、グラウンドを、まあ、作る際の間違いやすいポイントが大体そこなんですね。なので我々がグラウンドをチェックするときに測ってみると、あ、一歩足りない。一歩っていうのは1メートルぐらいなんですけれども、そうするとやはりコーナーフラッグポストの、旗のところから測ってしまってるっていう例がありましたので、作る際は、ちょっと気をつけていただきたい。もう人工芝はもう完全にしっかりと測量されて作ってますので、ほぼ、ま、問題はないので、それはまあ、信頼していいかと。ただまあ、フィールドチェックの時には必ず遅くしてみて、間違いがないかどうか、一応確認をしておいてください。ということを、申し上げておきまして、それで、本編の、この今度は、反スポーツ的行為というところに入っていきます。ちょっと画面をですね、戻しますというか、作ったファイルを使ってお話ししてまいります。これが違ったらね。もう一つの画面。これですね。一応、反スポーツ的行為というのはですね、日本では、ラフプレーという、また別な項目があります。それは、よりその悪質なっていうんでしょうかね。そういうファウルに関しての、まあ、理由付けを書く、項目があるんですけど、そこには、反スポーツ的行為とはせずに、ラフプレーという別項目が日本では立てられています。ですね、ほぼ無謀なファウルに近い形での、まあ、記載になります。特にこういう、まあ、良くないファウルに関しては、そういうラフプレーという形で、理由付けを書きましょうということになってるんですけども、世界では、まあ、反スポーツ的行為という項目だけというふうになってますので、まあ、ちょっと違いがあると。まあ、国内ルールと言いましょうか。ちょっと違った、まあ、事情があって、別項目を立てている。で、この反スポーツ的行為に関しては、いわゆる例示列挙ということで、限定的にここに書いてあるものだけですよではありませんので、一応、まあ、一例としてこれだけの項目が反スポーツ的行為になってますように、競技規則に書いてありますので、まあ、あとですね、幅広いという言い方があってのかどうかわからないんですけども、ちょっとまあ、より広めの適用ができるということでありまして、で、その中で反スポーツ行為の中でいくつかちょっと取り上げてお話ししたいなと思っております。で、まず、シミュレーションという言葉があります。これはですね、選手が、ファウルを受けたと、こう、欺いて、装って、主審を欺いて、その、ファウルをもらってフリーキックを得ようとする。そういう、まあ、一連の行為なんですけれども、これも、いわゆる警告イエローカードの対象になっています。で、シミュレーションっていうのが、だいたいどういった場面で多いかっていうのは、まあ、ファウルを
をもらって、まあ、フリーキックを得たいということで考えると、ペナルティーエリアの中で犯すことによって、そのフリーキックっていうのはどういう形になるかというと、PK になります。ということは、1点、ほぼ、まあ、取れるというか、ゲットできる、という、まあ、大会方法なんですけれども、ちょっとファールを受けていないのに、ファールを受けたと予想して、主審を欺いて、まあ、PK を得ようとする行為は、非常にサッカーとしては許されない、汚いプレーですので、まあ、警告の対象にしようということですね。で、いくつかの機会でお話もしたスパということで、これは大きなチャンスとなる攻撃の機会を阻止するとか妨害する、した場合に、まあ、警告になりますよと。まあ、この理由付けも反スポーツ行為ということで、います。で、これに関しても、状況によっては一段下がりますよと。例えば、まあ、アドバンテージをかけたときには、警告がカードなしになりますよという場合もあります。で、あと、ドブソンに関して、要はその、特権の機会、また決定的な特権の機会を阻止して、それを、そのファールをペナルティエリア内で行って、で、主審が PK を与えた場合には一段下がるということなんですけど、これもまあ、ボールにプレーした場合とかですね、一定の条件がありますので、その辺も、レッドカードから一段格下げして、イエローカードになるという場面です。で、あと、まあ、得点、まあ、ゴールをするってことに関して、当然、そのサッカーではですね、まあ、ゴールキーパーとか除いて、まあ、手や腕は、まあ、基本使えない。で、その手や腕を使って、ゴールをゴールに、まあ、ねじ込むとかですね、ゴールしようと試みると、いった場合も、これもイエローカードの対象になります。まあ、例えば、ゴールに入らなくても、試みて失敗すると、まあ、手や腕に当てたけれども、入らなかったといった場合でも、まあ対象になりますということなんですけれども。で、あとはですね、競技規則の裏を書いて、ゴールキーパーにボールを手で扱わせようという、まあ、トリックを企てるという。なので、あんまりこれはなかなか現実の試合では出てこないんですけれども、まあ一応多分想定するものとしては、まあバックパスっていうのは、要はその、選手の足首よりも下ですね。要はまあ、わかりやすく言うと、スパイク部分、靴の部分で、まあ、ボールを蹴った。そのボールは、ゴールキーパーは、手や腕で扱えないんですけれども、もし扱ってしまうと、関節フリーキックになってしまうんですが、それを、どうにかして、こう、ゴールキーパーに手で取らせたい。まあ、触らせたいというんでしょうかね。そうするには、どうしたらいいかというと、要は、靴以外の、まあ、足のくるぶし部分より上の、体の部分で、そのボールに触れさせれば、まあ、ゴールキーパーに、まあ、渡したときに、まあ、ゴールキーパーは手を使えるということなんで、本来、必要もないのに、そういう形にして、ゴールキーパーにボールを取らせよう、というようなことがあると、それはまあ、警告の対象になるということなんですが、まあ、例えば、フリーキックをもらったところで、まあ、誰かにこう、味方に当てて、体に当てて、そのボールをこうゴールキーパーが奪う、キャッチするとかですね。そういった、まあ、形だと思われますが、あんまり現実的に見たことがないので、なかなかこう、事案としては想定、まあ、具体例としてはちょっと出しづらいんですが、そういった形で本来ゴールキーパーが手で取れない、扱えないのに、何とかしてこう扱わせようと言った事例があれば、まあ、それに該当するなと。ということで。で、次に、ラーメンだもんね。で、次、2段目として、ちょっと来た。こちらですけれども、得点の喜び。まあ、当然、サッカーでも、まあ、他の、得点競技もそうなんですけれども、ゴールなり、こう、得点を上げると、当然、まあ、ね、チーム同士で喜びますよね。で、そういった場合、当然、それはもう、サッカーにおいてもそうですけれども、当然、いいんです。いいんですけれども、
あまりにもこう、喜びすぎてはいけないということで、例えばまあ、プロの試合を思い浮かべると、ゴールした後、選手がこう、周辺に置いてある、看板広告を飛び越えて、自分たちの応援しているサポーターのもとに走り寄ってこう、いろんな、なんていうんですか、ジェスチャーというか、喜びを表現したりしますけれども、できるだけその、速やかに、競技のフィールドに戻ってきなさいというのが一応、まあ、競技規則の、まあ、精神に、喜ぶのはいいんですけれども、まあ、長い時間、いろんなパフォーマンスしたりしてはいけませんよ、ということで、書いてあるんですけれども、その中で、これらのことをやると、まあ、警告の対象になりますよ、というのがありまして、まあ、フェンスによじ登る。まあ、これは危険でもありますし、またね、サポーターたちがまた興奮して、まあ、またフェンスから落っこってしまうとか、いろいろあるので、あまり良くないと。で、また、挑発とか、嘲笑とか、相手の感情を刺激するような喜び方は、まあ、いけませんと。ということですね。まあ、選手のスポーツでもありますし、一応、まあ、敬意を払って、喜ぶことは喜ぶだけと。ただ、相手を刺激するようなことはやめましょうと。で、あと、まあ、マスクなどをかぶる。これは昔、こう、J リーグができてから、まあ、少ししてなんでしょうけども、選手がポケットと言いましょうか、パンツのどっかに隠したりしているんですね。お面というか、その、布製のマスクを。で、得点を上げたら、こう、マスクを取り出して、これ被って、まあ、喜びのパフォーマンスをするっていうことがあったんですけども、それもダメだと、いうことになっています。あと、まあ、今のところ、まあ、よく、まだ、見受けられるのが、ゴールをした選手が、まあ、喜びを爆発させて、シャツを脱いだったり、シャツの一部を頭にこう、かぶせるような、まあ、ジェスチャーというか、行為というか、それもあるんですけれども、それもまあ、警告の対象になってしまう。ということで、まあ、得点は当然、喜んでもちろんいいんですけれども、まあ、過度に、まあ、興奮しないように、節度を持ってやりましょうと。ということで、まあ、チームにはお願いしたいな、というふうにしますと。ということで、あと、まあ、3番目に、プレーの再開を遅らせるということが、まあ、規定される。まあ、俗に言う、まあ、遅延行為という、まあ、言葉でよく言い表すんですけれども、まあ、これはどういう、まあ、ことかというと、まあ、趣旨としては、プレイングタイムを確保したいと。まあ、プレイングタイムって何かというと、まあ、フィールドの中でボールが動いている時間、これをより多くしたいという趣旨でもあります。で、次のページはいいかな。ここは大量になってしまう。ちょっと一回戻します。で、この遅延行為なんですけれども、遅延行為がこう、起こりやすい状況というと、何か思い当たることってありますか？そうですね、やっぱり、アジア大会とかで多いですけど、ボールを積極的に回さず、なんかこう持ったりとか、なんかこのすぐバックパスしたりとか、 あとはまあ、これはまあ戦法だとは思うんですけど、ただファールというか、まあ、警告に値するのは、何かあった時にボールを持って逃げたりとか、それもありますね。遠くに蹴ってしまったりとか、そういったものが警告に当たるのかなって思ったりもします。まあ、要は、まあ、フリーキックでもそうですし、スローインでもそうですし、一回プレーが止まってからのリスタートの時に、要はその時間をこう、使わせたいという意図が働くんですね。それは、どっちがより働くかというと、リードしている方ですそうですよね。ね。勝ちたいんで、早くこの競技時間を終わらせたい。ので、そのランニングタイムをこう、どんどん計画したいということで、こう、なかなかスタートしないということもあるんですけれども、そういった形で、大体こう、リードするチームが、その時間を浪費したいということで行うので、それも、指針としては、まあ、副審も含めてそうなんですけれども、できるだけリスタートを早くしろということを、こう、促してあげると。そうすることによって、負けてる側のチームからも、まあ、フラストレーションがなかなか起こりづらくなりますので、
飛行機の介入をしていただきたいということであります。ですので、まあ、今言いましたよね、ボードを遠くへ切るっていうのもそうですし、まあ、持っていっちゃう。これはまあ、得点した後に勝ってる方がボードを持っていってしまうと、負けてる方はキックオフできないので、そういった時も中心が早めに監視して介入して、そういったことを防ぐようにしてあげてください。余計な、まあ、カードが出ることのないようにいただきたいということで、お願いしたいと。それと、まあ、不規則のこの警告の反則行為の中での5項目目で、まあ、フリーキックをこう、やり直させるというのがあって、そのためにまた違うポイントから蹴っちゃうというのがあるんですけれども、これもまあ、支援行為になるんですが、ただその、ファウルした側の選手がなかなか動かないとかですね、そういった場合があるんです。それはどういうことかというと、そこでクイックリスタートしてしまうと、守備側の陣形が取れなくて、まあ、より危険な場合になってしまうというので、味方が戻ってくるまでの時間稼ぎを逆にしてしまうと。うん。そういった場合に、まあ、私としては、もう、ファウルした側が悪いので、若干場所が変わっても、リスタートを認めちゃいます。うん。それでアドバンテージを利用して、まあ、より、クリティックする側の方の、まあ、利益を守ってあげると、いうことで、やっていってます。で、いよいよ、こう、退場の項目に入っていきます。なぜか音が出るようになったので、設定はしてないんですけど、一応退場に関しては、これはもう、ま、効果として当該試合にはそれ以降出られない。そして次の試合の出場停止、まあ、1試合以上ですね。確実に、まあ、出られないということになります。で、その中で、まあ、7項目あるんですけれども、まあ、動物というのは先ほども申しましたように、得点または決定的な得点の機会を、まあ、ファウルで阻止するという。そういった、まあ、行為。で、著しく不正なプレイというのがあるんですが、これがですね、非常にこう、悪質で、選手生命を脅かすような、非常に良くないファウルをした場合が、著しく不正なプレイに当たります。で、これはですね、どういうふうに判断するかというと、いろんな要素を用います。例えば、その、ファウルする側の、まあ、スピードですね。こう走り込むスピード。で、走り込むその距離。長ければ長いほど勢い加速がつきますので、非常に危険です。それで、あと強さ。そしてその、接触するその部位ですね。どの、ファウルをする側の体のどの部位を用いて、その、負傷させる側の、その、選手のどの部位に接触したかというのも、非常に重要になってきます。よくあるのが、まあ、スライディングタックルっていう場合なんですけれども、もうスライディングしてしまうと、もう体のこう、修正がほぼ効かないです。なかなか膝を折ったりとかですね、なんかこう、避けようっていうのはほぼもうできない可能性が高いです。で、スパイクの裏の、ポイントの部分が、ダイレクトに、その相手の足に行ってしまうと非常にこう、危険です。骨折したりとかですね。非常にこう重症が、起こり得るということですので、そういった要素を見て、このファウルが、無謀なファウル以上の、過剰な力で犯したファウルなのか、それを見ます。まあ、ただ VAR というそういうシステムがないので、その瞬時瞬時の足の向き、要はその足裏を地面に向けて、スライディングしているのか、もしくは上げてスライディングしているのか。非常にこう、見極めないといけない。もうその瞬間でしかその情報は得られないので、非常にこう、厳しい部分もあります。なのでまあ、自分で自信がない場合には周りの不審とかに確認をして、どういったその状況かっていうのを見ましたか？で、どうできたかっていうのを情報を得て、で、自分の情報と合わせて判断してもいいかと思うので、あまりこう、慌てずに、じっくりと、まあ、時間をかけていいかと思います。うん。これで、まあ、なかなかこれはね、難しい判断ですので、慎重にいただきたい。で、3番目に、人を噛むまたは人に唾を吐くということなんですけども、以前はですね、この人に唾を吐くっていう項目だけでした。ところが、今、下線アンダーライン引いています。人を噛む。
これが出たのは、チャンさん、なぜか、お分かりですか？悪童とあだ名のついてしまったはい。ルイス・スアレス選手のせいじゃないですか。そうですね、ちょっと画面戻します。実はこの、スアレス選手、非常にいいフォワードなんですけども、2014年のブラジルワールドカップの時、またもや相手がイタリアの選手なんですね。はい、ジダンも イタリアの選手みたいな感じで、なぜかイタリアの選手が非常にこう、当たってしまう。で、まあ、耳をかじったかなんかだったかな。それで、まあ、一発退場になったんですけども。なんかもう、身内に聞くとなんか常習犯だよって言われてるそうです。よく噛み癖があると。まあ、違う感じですけども。それもあるので、あんまりこう、なんか、良くないなということで。一応、この退場の項目に関しては、まあ、ここをちょっと今日メインに お話ししたかったんですけども、時間も間もなく迫ってまいりましたので、人を噛むということも、これは一発退場になってしまう。頭突きだっていいじゃないかと思ったんですけども、あれはもう、ちょっと段階、教育の段階によって変わってしまうので、まあ、人を噛むことだけはしないように皆さん、フェアプレーに努めていただければと、ということで、本日はここまでといたしまして、次回続きをやってまいります。お聞きいただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。